レナード・ウォーレン、レナード・ウォーレンは、アメリカのバリトン歌手。ベルディ作曲のオペラでの結出した歌唱で名高い。ニューヨークのメトロポリタン歌劇場で活躍し、その舞台上で休止したことでも有名。毛川賞を営むユダヤ系ロシア移民の長男として、ニューヨークに生まれる。高校卒業後、はじめ家業に入るが、1935年、同志のラジオシティミュージック。 ホールの男性合唱団のオーディションに合格し、プロ歌手としての第一歩を記す。1938年には、メトロポリタン歌劇場のオペラ放送用オーディションにも合格し、正式の音楽教育を受けていなかったにもかかわらず、彼はメトとの契約に成功する。同年夏には、メト・アウォーレンを旧非研究生としてイタリアに派遣、ジュゼッペ・デルカなどに指示して、 オペラ歌手としてのトレーニングを積む。帰国後は、コンサート形式での、椿姫や、道化師演奏に参加などした後、正式なメト初舞台は1939年1月のベルディ作曲、シモンボッカネグラのパオロ役。欧州情勢緊迫化による、ヨーロッパ出身歌手の不足に悩んでいたメトが、このようにして、アメリカ人若手歌手に弁楽と出演の機会を、 積極的に与える時代だったことは、ウォーレンにとって幸運だった。第二次世界大戦後は活躍の場を広げ、米国内では、サンフランシスコ、シカゴなど、あるいはメキシコシティやブエノスアイレスなどの中南米都市の歌劇場にも頻繁に出演し、またイタリアオペラの本家本元を自負するミラノのスカラザにも、ベルリ、リゴレット及びオテロで出演するなど、 ヨーロッパでも認められるバリトンに成長した。1958年には彼の不祖の地とも言えるソ連モスクワでのリサイタルも行い大成功している。また、LP 版レコードの普及に伴うオペラ全曲版録音ブームにも乗り多くの名録音を残している。しかしウォーレンにとっての本拠は常にメトロポリタン歌劇場であり、1950年代における メトのシーズン初日公演の常連であった。1960年3月4日、ベルギ作曲、運命の力のドンカルロ役を演じていたウォーレンは、第3幕のアリアに続くカバレッタ・エグリエ・サルボをまさに歌おうとする直前、舞台上で倒れる。ほぼ即死であったという。まだ48歳の歌い盛りであった。その得意とした、イタリアオペラにあっても、彼の発音にはやや、 アメリカなまりが感じられるという表もあり、ティート・ゴッピーのような恋と演技の総合的性格付けの点では一歩を取るかもしれない。しかし、その豊かな声量、溶けるようなと評される、美しい声色、巧みなブレスコントロール、バリトンには、類まれな高音部の輝きの有名なナンアリア、ミオ、恐ろしいヒオのハイシーを歌い上げ、同僚のテノール歌手の度疑問を抜いたという逸話がある。 によって、1950年代を代表する、ベルディバリトンであることは、間違いないだろう。舞台外では、強情な性格でも有名で、リハーサル中は常に演出家、照明、衣装担当者、指揮者、共演歌手、と、各方面にわたって、激論を交わし、関係者を悩ませたとも言う。ありがとうございます。